はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララララ、ケイです。ミーです。なんだそれ。そんなんできない。いやいや、そんなんないんですけど、ないんですけど、そうです、 K です、 B です、令和のピンクレディーですまで入れましょうかね。なんか今年の目標というのをね、そうですね、明確にやっぱりね、見てる方々にも伝えていかないといけないのかなっていうのはちょっとあるんですよ。確かに。あのさ、K のチャンネル今何人見てんだっけ、松本くん。66人ですね、今。2020年、はい、私、山本圭一、はい、結婚します。次が目標でしたから。すごい。確かにそうなんだよね。ここに書いてる。そうそう、だから2020年、絶対に結婚してやる、やるって言って中島くんが喋ってるんですけど、2020年に。本当だ、私上、週一で来ます、西村。はいはいはい、あれが20年のいつかでしょ。2年前ですよね。そんなあなたが住むとはね。確かに住むとはですよ。住むまで行きましたから。そうです。2人の目標もあるし、うん、まあ1人ずつの目標みたいなのもあるし、うん、とりあえずっていうか、うん、まあ、1個、うん、今年はやっぱりさらに跳ねないといけないなって思ってるんですよ、うん、我々も。はいはい、まあ我々もそうですし、うん、俺自身がグーンといかないといけないんで、うさぎ年ですしね。その通り。あ、その通りだった。うん、その通り。私がその跳ねるっていうのをね、言いますよね。私、うん、年女だし。あなた年女か。あ、年女24か。はい、はい、私うさぎ年ですから。あ、年女。そうなんだ。跳ねる。跳ねる年です。まさにムーブですよ。動いていかないといけないんですよ。はいはいはい、ジャンプ、ジャンプですよ。はい。まあ、ウィンウィンウィンもね、年末やったりして、いろいろ刺激を受けた部分がちょっと多かったです、昨年はね、はい、で、その刺激を受けた部分をこうやっぱりもう一回奮い立たすというか、で、まあね、この度ね、結婚もしましたし、次なるステップに行かないといけないということで、まあ、一個、数字で分かりやすいもんだとしたら、もう100万人ですよ。本気でね、はい、本気で100万人プロジェクト、しましょう、やりましょう、はい、もうもっとやっぱりリンガス会議をちょっと、はあ、していきましょう。ああ、会議をね、会議をね、はい、会議を回すとかではなく、やっぱりちょっとなんとなくあんまり集まって喋らないで、こんなある、こんなある、やりましょうっていうのが我々のスタイルだったじゃないですか。そうですね、まあ、それもひっくるめていいんですけど、うん、まあやっぱりガン首揃えて何人かうちの、うん、何か 3,4 人しかいないんだけど、ね、それしかいないんだけど、ね、それでまあ一応、まあ、隔週ぐらいかな、毎週、毎週じゃないですか、毎週でしょ、毎週集まってこれやろうよ。すごい。ああ、うん、それやりますんで、だから多少私がね、家を開けたとしても、あなたはデンと家で構えて待っといてください。いや、全然それはいつもそうですけどね。お願いしますよ、それは。そんな、家に帰ってきて早くみたいに言ったことないんですけど。ああ、ないね。ないです。全然、ね、帰りが遅くて飲みに行ってて、うん、朝3時とかに帰ってきても怒らないです。まあまあまあ、そういうのはありがたいです。できた嫁です。感謝しますよ、それは。できた嫁ですね。そう、できてますよ。だから、会議が朝まで長引いてもどうする。はい。いや、会議はね、朝までやりますもん。あ、短めなんですね。短めで飲みに行くだけです。もうそれ会議じゃないだ。ダメじゃん、それ。いや、だから会議の延長だから。会議の延長でね。会議が終わってどうするっつって、俺はもうそういうタイプだから、うん、終わったらどうする、相手に言ったらちょっと軽く新橋行くってなっちゃうから。まあでも頑張りましょう。まあ一番はやっぱりまず登録者数100万。なんかね、そういうのはやっぱり我々、ね、うん、ちょっとなんつうか恥ずかしいところもあるんです。そう、そこね、今までやっぱりなんか芸能人の YouTube やってる人だから YouTuber っていう言われ方よりも、芸能人が YouTube もやってますよってなんかこう一回置き直す感じがあったじゃないですか、うんうん、そうではなく、やっぱりもっとこう前のめりにもう YouTube をドンとこう歌っていこうと。がむしゃら、がむしゃら、そう、がむしゃら。これはね
20歳の時にね、当てた広島のね男ばっかりでやるスタンドバーガムシャラっていうお店で働いてたことがある、ガムシャラっていう名前ですよ。トレーナーにガムシャラ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 ってガムシャラトレーナーがあったぐらい、うん、で、そちらは、はい、目標ですか。うん、目標ですよ、うん、だってあなたのところもチャンネル登録者数今7万ちょっとぐらいでしょ。あ、10いきそうじゃん。もうちょっとなんで、まあ、それは、うん、チャンネル登録者数10万人は目標にしたいっていうのはあるんですけど、うん、でも私の、うん、2個あるな目標は。2個、うん、私今1個しか言ってないんです。2個いいですか、はあ、1個はディズニーランドに耳をつけていく。ディズニーランドに絶対に行く。ディズニーランドとできることならディズニーランド行ってディズニーランドホテルに泊まって次の日シーに行きたい、うん、ああそんなんだってもうあのホテルに泊まらなくてもうちまであれだよ30分かかるんだけど、車で20分ぐらいだよ。いやでもディズニーランドホテルのもうミッキーの部屋とかアリエルの部屋とかに私は泊まりたいから、プリンセスの部屋で泊まりたい私は2人で。あいやそんな行ってきたらいいじゃん。そんな行ってきたらええやん。いやいやいや全然いいですよそれは。全然だってずっといやいや言って行きたがらないから、うん、でも私は耳をつけたいんですよ、お揃いのミッキーとミニーかダッフィーとシリメイの。へえ、いやいやつけよう。だから つけてくれ。ああつけよう。絶対嘘、絶対嘘。ああつけるつける。それはやっていいです。一覧中でできますよそんなのも。そんなできる。できる。だからそっちチャンネルでやって。あ、こちらチャンネルで。こっちチャンネルやったらマッコーさんに怒られるから、ね。どうですか。お前気持ち悪いぞ。そういえば結婚して女房とお前 TikTok みたいなショート動画ばっか上げて最近。あれ気持ち悪いな。あんな、なんかパジャマでなんか踊ったり、あれやめろお前バカ。お前が結婚して頭おかしくなってるどっかな。ショート動画上げて女房の言いなりになってんだろあれ。やめろ。お前あのあれだバカ嫁だろあれ、西野だろあれ、西野に言わなきゃいけない。いや、だからね、やめろ、俺も聞いてるか、西野。いや、俺も好きでやってるから。やめろ、ああいうこと、このドスベリ坊主にやらすの。いや、だからまあ、俺はね、あれ気持ち悪いに決まってんだろ。いいじゃない、気持ち悪い。なんか飲めねえ。お前の関連動画で来るんだよ、俺に絶対。来ます、来ます。そうすると、お前がなんかミーフィーかわいいウサちゃんやってねえよ、お前。違う、俺見たから知ってんだよ。マコイさんに怒られる。じゃあ西野チャンネルでそれを絶対にやるっていう、うん、ファンの人も楽しみにしてるんですよ、うん、あ、そうなの。ケイチを耳つけてよって、耳ぐらいつけろって切れてる人もいましたから。まあまあまあ、つけないなんて私言ってませんよ。じゃあつけてください絶対に。私は本当もう遊ぶ時も全力、仕事する時も全力、全部全力でやってますから。だからじゃあがむしゃらにやってますから。がむしゃら。じゃあもうここにこういうキラキラのミッキー、あー私はリボンがついたミニー、がむしゃらミッキーで、ここにミッキーの顔のついた T シャツで、私はミニーの T シャツで、なんか私はスカート水玉のスカートからミッキーのズボンみたいな赤いズボンを履いてください。で首にミッキーの顔のカード入れみたいなのかけていきますよ。ミッキーじゃんそれ。そうだからミッキーとミニーで行くんだって。へぇ、寒くないのそれは。全然、だってディズニーランド夢の国ですよ。え、ヤマさん入れるんですか。入れないとかある。なんや、入れますか。入れない理由があるとしたら何ですか。じゃあ入れない理由が。じゃあその目標作ってください。その目標とあともう一個あるんですけど。まだいいですか。原宿でプリクラを撮る。そんなのもう撮ったらいいじゃん。撮ったらいい。今日2人で撮りたいんです原宿。いやだから今日撮ったらいいやん原宿に。え、でもあんなん別に何原宿でプリクラ撮らなくても、うん、品川駅とか行ったら証明写真、やだそんなんじゃダメ。パスポート用の証明写真のところ2人で入ってパシッと撮ればあれでいいでしょ。ダメです。あんなんじゃダメです。ちゃんとあんなんとは何よ。証明写真じゃない。証明写真じゃ意味ないんです。ちゃんとしたプリクラ機で撮って、なんか結婚記念日は11月22日ですとか書きたい。あとミーとケイとかラブラブとか書きたい。で、できることなら同じ T シャツとか着て原宿をの竹下通りを歩きたい。行こう。絶対行かないですよね。やりたいことめっちゃあるな。
しか同じスニーカーだけとか、まあ、すごい同じキャップとか、いやまあそういうのはね、まあまあ本当に頑張ってる。だからあれだわ、分かった今、うん、西野さんって13から AKB やってたから、はい、そういう普通の子がやってきたなんつうデートとか恋愛やってないんですよ。そんなのがデートでお揃いでとか原宿でプリクラ撮ってとかやってない、はあ、やりたい。しかもひどい、聞いてください、松本さん、ひどいんですよ、はあ、私がお土産で韓国に行った時に、うん、なんかお土産何がいいかなと思って、うん、お揃いの帽子をあげたんですよ、はあ、全然被らないんですよ。違う、本当にひどくないですか。私マジでムカついてるんですけど、どう思いますか。どうぞどうぞ、おめでとうございます。この度こんな渋谷のど真ん中でけーちゃん、まあリオとがくれた帽子はずっとかぶってますね。はじゃあ、あれはちょっとキャップの形よ、ひっどじゃあキャップの形が良かっただけで、いや形とかじゃないです。私はなるべくかぶれるように黒のあのいつもケイがかぶってるような帽子のやつをお揃いであげたんです。私も黒でで、かぶりやすいようにちょっと形が男っぽいやつをやったのに1回くらいしかかぶった。1回じゃないです、1回だよ。それであればセブハゲだのか。ほんと毎日かぶっても帽子が、まあちょっとまあまあまあ、それはあのそういう時があるような場合はちゃんとかぶるようにして。そういう時がある場合とかだって、仮にこの服にこれかぶっても、まあ、あんまり合いません。合いますよ、持ってきましょうか。じゃあどうぞ持ってきてください。じゃあ、ま、じゃあ松本さんが判断してください、合うか合わないか。これです。あ、いいじゃないですか。でもちょっとこうやっぱり、あ、でもちょっと泥棒感、泥棒感出るよ。なんで泥棒感出るの。別にいいじゃないですか。なんかちょっと逆光がすごいんですけど、NY って書いてるのこれ。ニューヨークヤンキースだから。あー、はい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 。だから野球が好きだから、こういうのよくかぶってるから、で黒でかぶりやすいかなと思って韓国で選んで買ってきたんですよ。ちょっと泥棒感なんで。そうなんだよ、真っ黒がちょっと泥棒感が出るんですよ。黒子感。何やろ、表のシール貼ってないからかな。うん、ここね、ここにそれもあんのかな、うん、まあ、これはだからあれじゃないから、ニューエラじゃない、ニューエラじゃないの、韓国でしかないブランドのやつなの。そうそう、まあちょっとなんか分かるでしょ、俺が言ってる。なんか分かる。ダメダメ。なんかね、お父さんがね、息子の帽子借りてきたから。だから私は、そうでしょ、この帽子背伸び感がある。背伸び感かな、何やろうな、背伸び感というか、なんかちょっと違うな、普段よく被ってる帽子と取り入れたけど違う感がちょっとある。だから悪くはない、これだけ単体で見れば全然なるほどなって思う。この合い、うん、似合ってない。だけどこう、こうなるとこう、なんかちょっと、いや、あの帽子って実はあの男って、え、じゃあ松本さんとかが被ってる、ちょっとお前被ってみしたら正直悪くない、うん、あー全然普通、うん、普通。なんか山さん、ちょっと泥棒感が、泥棒感ね、銀行強盗感が出る、コント銀行強盗これ1個かぶっただけでコント銀行強盗で金を出せならないだろこれ。なんか刑事もそれかぶらないでちょっとわかるかな。あ、わかります。そうちょっとわかっちゃう、ごめん。そっか、じゃあなんかたまにこうかぶってこうちょっとパッと歩いてて、こうショーウィンドウとかがガラスみたいになるじゃん。でパッと見た時になんか違うなってパッと撮ったりする。ひどい。いやだからなんかやっぱね、こう、あ、こっちの方がいいかなって思う、マスクだけで。ちょっとすごいこうかぶりたくないぐらいじゃん、うん、だからそうだ、帽子がね、試着した方がいい、うん、あ、そう、帽子プレゼントってちょっと実は難しいの、実は、だからこれお揃いだから、うん、本当はこれお揃いかぶってプリクラ撮りたかった、うん。じゃあその目標でいいんですね、2つね。はい、じゃあね、その2つ。それはじゃあもう、西のチャンネルで。西のチャンネルで。やってください。はい、考えたいです。はい、絶対に、はい、絶対にやります、2023年。はい、やりましょう、やりましょう。はい、適当すぎるけどね。適当はすぎる。やりましょう。やりましょう、やりましょう。流し、流して。あ、いや、よし。何じゃ、そしたら。ちょっと、いや、そこか。怒られてる。ゲームで。ふんちゃん、知ってるの？なんすか、すいません、ちょっと待って。でしょ、これでこう締めるわけでしょ、だって。